マゼラン海峡、マゼラン海峡、マゼラン海峡、マガラネス海峡は、南アメリカ大陸南端とフシマ島とを隔てる海峡である。太平洋と大西洋を結ぶ。1520年10から11月にかけて、フェルディナンド・マゼランがここを通過し、後に彼の名前を取って、マゼラン海峡と呼ばれるようになった。全長5 5 0トル、幅3から3 0メートルなお、 日本語名のマゼラン海峡は英語故障マゼランを用いた英語名ストレート・オブ・マゼランに基づく関与表記。近年では現地故障に従ってマガラネス海峡と表記されることも多くなっている。1881年に締結されたチリアルゼンチン間の国境確定条約においてマゼラン海峡は自由通行が可能な海域とされ個別条約に基づく 国際海峡と認識されている。ありがとうございます。